こんにちは。ちょっと今ホテルのね、廊下にいるんで、ちょっと入ってくださいよ。はい、こんにちは。みねちゃんです。今回は、星野屋東京さんですね。星野グループの一番最高級ランクのホテルというか旅館というか、それになるんですけども、そこの部屋紹介ということで、部屋紹介行ってみましょうね。ここは何かな？あ、トイレ。まあ、普通ですよね。普通のトイレって感じで。はい、終了。まあ、すぐ終わっちゃうんだよね、これね。部屋でまず見ますか。部屋も、でもやっぱこうなんかこういう椅子とか、モダンな感じに作ってあるんですけど、結局ね、こう大手町なんですけど、部屋の景色とかは、いつもビルなんですよね、目の前。一瞬でビルで終了みたいな感じで、星野リゾートの最高級ランク、星野屋の一つなんですけど、やっぱ東京って狭いっすね。まあでも、東京でこういうラグジュアリーな空間があったらいいのかなと思いますけどね。あ、これ全部琉球畳でこう縁がないんですよね。あ、これは、あ、結構寝心地も良さそうな感じのベッドですね。まあ結局ここ落ちがないね。こうなんか透明になってるお風呂も見えちゃってるけど、一応お風呂も紹介しようかなと思いますんで、お風呂行きますか。はい、ということでお風呂をちょっと取ってきたいかなと思います。なんかね、お風呂は、まあ、全部黒い感じのお風呂ですね。シャワーはね、こういうところのアメニティ、あ、ドライヤーだ。ドライヤー室、なんかすごいパワーがありそうなドライヤーだね。あ、これ入浴剤、スキンケアセット。なんだこれは。あ、これボディージェルって書いてあるから、これでまあ洗うんだね。歯ブラシがあったりとか、これは櫛ですね、ちょっとね、このニュース。これは何だろう、シェービングジェルだ。綿棒とか、まあそういうやつですね。あとタオルがあって、給料みたいな。まあ高級ですけどね。高級ですけど、東京の星野屋さんは結構狭い感じがあるんで、軽井沢とか、竹富島とかね、あとどこだっけな、京都もあるんですよ。なので、星野リゾートの星野屋を今後、制覇する。これをちょっとやっていこうかな。で、東京のね、面白かったのはね、エレベーター上がってくるときに、エレベーターが全部、畳だったりとかしてるんですよね。まあ、そんな感じなんで、まあ、特に、今回、オチがないのはオチみたいな感じなんですけど、まあ、狭いかなっていうのは、狭いんだけど、結構ラグジュアリー。で、温泉なんですよね、これ。温泉で、そんな感じなんで、まあ部屋の雰囲気は伝わったのかなとは思いますので、一番高級な星野屋さんを今後全部制覇していこうというのを企画としてやっていきたいと思いますので、またね。じゃあね。これ最初に最初にですね、このお茶菓子をもらえるんですよね。で、ちょっとこれ食べてみる。これ梅らしいんですよ。梅のジュレとなんか茶ですね。まあこれをちょっと、あ、これ、あ、4時もあったんだね。さっきまで寝てて結構きついんですよ。梅のジュレ、全然うまいね、これね。うん、じゃあいただきます。普通に美味しい。はい、これ星野屋のルームサービスです。お肉とか今スープ飲んでます。まあでも前回の星野屋ですね、さすがですね。ああ